ございまして、本日は裏側園にお越しいただき誠にありがとうございます。はい、天面賞ですね、本日第2回目のね賞になるんですけど、1回目見られたっていう方いらっしゃいますか？この中で、あ、大前列の方ありがとうございます。はい、では本日天面自体を初めてねご覧になるという方もいらっしゃると思います。天面というのは、中国の四川のね戦劇に属した伝統芸能になります。お面が瞬時にね九数枚変わるといったものでね、非常にお面が変わるこう迫力というんですかね、そのパフォーマンス非常に見応えがある伝統芸能です。はい、そして動きの一つ一つもね、面の、意味を表しております。そういったところもね楽しんでご覧いただければと思います。はい、今から2名の演者が出演いたします。1人が、21歳の男性変面師、名前が京介さんです。はい、去年のね11月にデビューしたばかりなんですけれども、非常にね迫力のあるパフォーマンスを行います。その中にすごくしなやかなね動きも兼ね揃えた演者です。はい、そしてもう一人が、国内最年少小学生変面師のひなちゃんという女の子が登場します。とってもね愛らしくて可愛いんですけれども、小さな体で大きくね動きますので、皆様ねどうぞお二人がね登場して演舞が始まりましたら、温かい拍手でお迎えいただければと思います。そして面が変わりましたら、どうぞ大きな拍手をお願いいたします。それがですね演者の力になりますので、はい、皆様どうぞ温かい手拍子とね大きな拍手をお願いいたします。それでは本日最後の変面ショーを始めさせていただきます。どうぞ。
担当津田さんでした。皆様いないと大きな拍手をお願いいたします。どうぞ皆さん、そのまま帰ってというさせていただいて、お客様ありがとうございました。はい、お皿を皆様のね、歓声と拍手と、はい、面が変わった時のね、大きな声が聞こえておりました。だけどやはりお二人がね、素顔になった時が一番ね、歓声の声がね、大きかったんじゃないかと思います。はい、京介さん、非常にね、堂々と演じきっていただいてありがとうございます。本日最後のね、ショーでした。皆様のね、非常に温かい拍手と歓声が嬉しかったんではないかと思います。一言お願いいたします。はい、今日このグラバー園で、2回目の出演だったんですけど、そうですね、まあ、その拍手というか、まあ、手拍子や歓声がこう大きくて、とってもこう演技しやすかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、京介さんのお声を初めて聞いて、すごくね、誠実なね、ちょっと低めの声でね、ちょっとキュンと射抜かれた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、そしてひなちゃん、お疲れ様でした。はい、2回公演でした。よく頑張りました。ありがとうございます。嬉しいですね、こんなにね、温かいお客さんのね、歓声を受けてね、ひなちゃんすごく演技もしやすかったんじゃないかと思います。じゃあ皆様の一言お願いいたします。今日はこんなにたくさんの人が来てくれて、しかも歓声もすごかったので、楽しくやることができました。本当にありがとうございます。しっかりしたね、コメントいただきました。ありがとうございます。はい、皆様、この変面ショーですね、今後すみません、次回ですね、2月1日土曜日に、また14時と15時からね、2回公演で行います。もしね、来れるお客様がね、いらっしゃる場合、またぜひ2人の変面ショーのね、ショーを目の当たりにしていただければと思います。はい、そして今日はこれで終わりではございません。今からですね、この2名の演者と一緒に記念撮影を行うことができます。皆様のお手持ちのカメラ、または携帯電話の、ね、カメラでですね、お二人と一緒に記念撮影を行うことが可能となります。はい、一緒に写真撮りたいという方ですね、今から、スタッフの者が誘導をご案内いたしますので、指示に従ってですね、お並びいただければと思います。まず皆様から向かって、左側の方にですね、並んでいただければと思います。では今からスタッフの者がご案内いたします。記念撮影のお時間始めさせていただきます。皆様、本日はね、グラバー園にお越しいただき、本当にありがとうございました。またのお越しを心よりお待ちしております。ありがとうございました。